海と日本。ここまで来て、はい、鮭のお腹から出てきたのは大量の卵です。こちらは道東にある士別小学校の鮭学習、人工授精の体験授業です。バーって切った瞬間バーって流れてきて、うわーって思った。最初は軽いかなと思ったっけ、めっちゃ重かったです。士別町は鮭を中心とした漁業で開けた町。文化庁が認定する日本遺産では鮭の聖地として登録されています。鮭学習では3年生の春に自ら育てた稚魚を士別川に放流。その3年半後、6年生の秋になると成長して戻ってきた鮭の人工授精をお手伝いします。子どもたちは鮭と一緒に成長しながら学ぶのです。なので最初はただただはしゃいでた感じですけども、5年生になってじゃあ産業と水産業の学ぶのが5年生ですので、なんか学ぶ視点が変わってくることによって子どもたちも見る視点も変わってくるのかなというふうに思います。人工授精体験学習は士別サーモン科学館で行われます。先生役は館長の市村さんです。栽培漁業と養殖の違いっていうのは、簡単に言うと栽培漁業は魚の弱い時期を人間の手で育って自然界に出します。この学習には貴重な水産資源を未来につなぐほかにもう一つの目的があります。地元の子どもたちに鮭を通して地域を知ってもらいたいっていう考えで20年もう以上前から始めているという状況です。生命のつながりをすごい学習してきたから、やっぱ鮭ってこんなにすごい生き物なんだなみたいな感じで、受け継がれていた命なんだなっていうのが感じられる4年間だった。鮭の聖地士別町ならではの学び、大自然の中で受け継がれる命のリレーがいつまでも続いてほしいですね。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。